はい、こんにちは、タメです。今回なんですけども、名探偵コナンコラボのステータス等性能が分かりましたので、それをね、拝見しつつ考察等をしていこうかなって思います。その前に、このコナンコラボが始まるのは5月の1日、まあ1日から始まります。しかも0時から始まりますので、まあゴールデンウィークとはいえ、皆さん無理しないように楽しみましょう。まあ個人的な意見なんですが、進撃の巨人の時とかリゼロコラボの時は、ニュース終わった後にこの0時からスタート、もうすぐに始まったじゃないですか。ただ今回はニュース終わってちょっと時間が経った後に0時からスタートだから、あくまで個人的な意見なんですが、盛り上がらなかったですね。うん。あ、0時からなんだ、そうなんだ、的な感じになっちゃった。まあこれはあくまで個人的な意見でございます。はい、ということでね、考察等をしていこうかなって思います。はい、ではね、コナン君から見ていきましょう。超アンチダメージボール、ライトポジションキラー M、 プロテクションにシールドモード、超アンチワープにアンチ魔法陣で、 SS がスピードとパワーが一定期間アップ、まあナイチンゲールとかですね。触れた壁すべてにヒーリングウォールを張って近くの敵に催眠状態にするですね。で、友情コンボがサッカーボール、このサッカーボールなんですが、チャージショットと同じですね。で、超絶貫通拡散弾 EL3 ですね。まあバランス型なんで、ステータスは高めですね。31000、高い。うん。まあキラー M 持ってて、まあ超アンチダメージボール、超アンチワープっていう、まあ火力上げのものも持っておりますし、もう殴りはね、もう文句はないと思います。はい。で、シールドモードなんですが、これは一周分だけ 25% ダメージをね、軽減してくれるらしいんで、覇者の塔22とか、近畿の極3みたいに、初手がね、めちゃくちゃ痛い攻撃をしてくるステージ、クエストだと、このシールドモードはね、めちゃくちゃ優秀じゃないのかなって思います。いや、このさ、ライトポジションキラー M さ、東の工藤だからなんかな。東の工藤、西の服部っていうのをあったりするのかな。だったらさ、服部のさ、ステータスにさ、レフトポジションキラーあったらさ、面白いよね。うん。はい。ってことでね、SS なんですが、ブリーチコラボの夜市と少し似たような SS ですね。カチリンとかに当たっても、減速はね、ほぼしないんで、カチリンがね、いるようなクエストでも、無視してね、コナンの SS 撃てることができるんで、これはね、めちゃくちゃ強いんじゃないのかなって思いました。だってさ、このさ、減速率めちゃくちゃ緩和されてる SS プラス、ライトポジションキラー M で2倍でしょ?で、超アンチダメージボールで 1.2 倍でしょ?で、超アンチワープでさらに火力上げできるでしょ?いや、これ、面白いっすね。うん。これ結構強いと、個人的に思います。で、まあ、超バランスの火力が乗るサッカーボール、まあ、チャージショットだね。チャージショットと超絶貫通拡散弾 EL さんは結構ね、強いと思うんで、まあ、友情コンボをね、文句はないかなって思います。近くの敵に超絶貫通拡散弾 EL さんで火力を出してあげて、サッカーボールでね、その残った雑魚をね、しっかりと処理できるのは、めちゃくちゃいいかなって思います。うん。コナンはね、めちゃくちゃスペックが高いんで、普通にめちゃくちゃ強いかなって思います。まあ、超バランス型にできるし、それプラス、ライトポジションキラー M、超アンチダメージボール、超アンチワープでしょ?で、シールドモードで 25% 軽減で、プロテクションで、防御面においても全然ね、いいという。めちゃくちゃバランスの取れたキャラクターなんで、スペックとしてはめちゃくちゃ高いと、個人的に思いました。はい、ということで、コナン君の考察と評価でした。はい、続いてアムロさんのステータスを見ていきましょう。超アンチ重力バリアにアンチダメージボール、超レーザーストップにアンチ減速壁、そして状態上底力ですね。で、SS なんですが、まあ、ダメージボール、重力バリア、ワープ地雷を無効化。で、触れた敵の攻撃ターン数を増加させ、触れた味方の SS ターンを半分にする。やばい。で、友情コンボがラウンドスパークにトライアングルモブ。まあ、アビリティの方は、まあ、3つのね、ギミック対応しておりますし、状態以上になったら 1.5 倍の火力で出せるよっていう感じか。まあ、ここまではいいとして、やばいのは SS ですよ。オールアンチプラス、遅延 SS 持ってる。で、サマと同じ SS を持ってる。
やばい。うん。この SS なんですが、ループできちゃいます。これ。サマ使ってる人はわかると思うんですが。いや、ついに出ちゃったか。オールアンチでループできちゃうやつ。しかも遅延もついてるからね。だから、これ、ちょっとやばいと思う。今回の中で一番の大当たりだなって思いますね。だからさ、これさ、無理やりさ、クエストにさ、連れて行けることできるんだよね。運極ボーナスとかを起こしてしまえば、ワープがめっちゃ出るようなクエストとか、地雷とかね、めちゃくちゃ出るようなクエストでも、運極ボーナスさえ出てしまえば、これ、アムロさんも無理やり連れて行けることができるから、しかもこの SS ループなのに、オールアンチ、プラス1段階目なのに 1.5 倍以上の火力が出るんですよね。だから、これ結構やばいかなって思います。で、これね、ちょっと1段階目は分からなかったんですが、遅延 SS を持っております。2段階目だと、3ターン遅延ができるそうですね。多分ね、予想なんですが、1段階目だと1ターンぐらいの遅延じゃないのかなって思いますね。いや、ちょっとこれは超スピード型で、このサマと同じ SS は相性がいいんで、これはちょっと、ヤバタニエンですよ。うん。ちょっとこれは、絶対にゲットした方がいいキャラクターだなって思います。で、友情コンボはラウンドスパークとトライアングルボムですね。まあ、友情コンボはね、全然強いかなって思いますね。はい、ということでね、アムロさんの評価と考察でした。いやー、アムロさん実装されるの、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということでね、赤井さんのステータスを見ていきましょう。マインスイーパー EL、アンチ魔法陣、レーザーストップ、超アンチ減速壁と、バイタルキラー M。で、SS がスピードとパワーがアップし、一定期間味方の攻撃ターン終了後に敵を狙撃する。で、友情コンボがマーキングミサイルに超強長弾ですね。まあ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 、友情コンボにね、結構目向けられがちですが、個人的にね、超バランス型にできて、で、バイタルキラー M で2倍の火力出せるでしょ？マインスイーパー EL 持ってるから、マインスイーパー EL とバイタルキラー M を組み合わせれば6倍の火力が出る。さらに超バランスでさらに火力が出るって考えたら、まあ、殴りの方面ではめちゃくちゃいいなって思いますね。ステータスの方も3万1000と、まあ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 、いいステータスをしておりますね。個人的には、殴り方面では全然ね、いいかなって思います。ただね、マインスイーパーとアンチ減速壁は、シャーロック・ホームズという、化け物がいますので、マイスイ魔法陣と減速壁魔法陣で、ちょっと赤井さんは勝負していくのかなって思いますね。うん。で、友情コンボがマーキングミサイルに超強長弾ですね。まあ、バランス型のマーキングミサイルは初めてですね。いやー、さすがにな。赤井さんは砲撃型の方が良かったかなって思うかな。まあ、砲撃型のマーキングミサイルは、まあ、化け物なんだろうね。まあ、新春キャラで出すようなものだから、出せなかったんだろうね。個人的に思うのが、まあ、殴り方面でさ、シャーロック・ホームズに潰されるんだから、貫通にして欲しかったなってのが個人的な意見かな。マーキングミサイルって、まず味方に触れます。そして敵に触れなきゃいけないんですよ。だから反射はね、めちゃくちゃ不利なんですよ。だからちょっと反射キャラでちょっとマーキングミサイルは、ちょっとなーって思いますね。まあ超アンチ減速壁で加速するんです。これとは相性が結構いいですね。まあマーキングミサイルはまあネオとかアンフェアとか使ってて思うんですが、貫通キャラだからいいんですよ。反射はねもう知らん。うん。砲撃型だったら許すわ。ただねバランス型で反射は許さん。うん。まあ使ってみた動画見た感じ、まあめちゃくちゃいい火力出してたけど、まあ友情コンボ方面では使わないかなって思いますね。うん。先ほども言ったんですけども、超バランス型、マインスイーパー EL、そしてバイタルキラー M。殴り方面ではね、文句なしなんで、殴りクエストでちょっと今後楽しみかなって思います。で、SS なんですが、目型の攻撃ターン終了後に敵を狙撃する、なんですが、これは3ターン続きますね。使ってみた動画見た感じ、3ターン続く割には結構ね、いい火力出してたんで、まあ、SS もね、まあ、なかなかいいんじゃないのかなって思いました。はい。ということでね、コナン君とアムロさんと赤井さんのね、ステータスを見ていきました。
とりあえず使ってみた動画を見た感じだと今のところ当たりは安室さん、コナン君、赤井かなって思います。もしかしたら自分でねちゃんと使ってみて評価とかね赤井さんとか変わるかもしれないんでまだ分かりませんが、今のところ使ってみた動画を見た感じだとこの順位かなって思いますね。ちょっとね赤井さんはちょっとマーキングミサイルがどれぐらい反射でもどれぐらい活かせるのかが個人的に楽しみかなって思います。はい、ということでねいろいろ考察と評価等をしていきました。まあ5月の1日ね楽しみですね。じゃあバイバイ。